肘肩プロブレイクマスターしたんですよ。本当だよ。まあ、ちょっと初級は肘肩プロブレイク。選手権で戦えるやつな。そう、あベテラン系の。マスクしとった方がいい？あ、どっちでもいいですよ。僕はもう顔出ししてないんで。あ、そうか。はい。ほら、今日はこれ。なんでや。4番。はい。あ、ね、テレビダメ。ここが入る。テレビダメ。想定より悪いと気分が悪いや。動画出ちゃうしね。動画出ちゃうしね。それは編集なしで何とかしてくれ。いや、ほぼ編集なしですよ。ノーカット。ほぼノーカット。いいやん、そんな。もう全部が出ちゃう。そんなの試合で9出されたらたまらんやん。相手の人に。ブレイクさせられただけや。そういや、僕またアポ迎えたんですよ。また？ま。いや、何が変わったでしょう。しようと思っとったのにつかせてもらってないけど。これ試合やった時に。これ1番ストックで多分3入るんですよ。全部。じゃあ行くべきじゃん。行く、うん、これちょっとでも取ったらいかん。うん、でも残し考えるとちょっと強くいかなかったんですよ。短打でするんで。そうやな。これ押しできれんか。いや、わからんけど。そこまで条件つくならちょっと考えないかん、ね。そうよね。いや、でもセーフティー思い浮かばないんですよね、これ。と思ってセーフティーしに行ったやん。考えましたね。そう、何も思い浮かばん。もう3いくか。3。はい。めちゃうま。出らうまや。出らうまや。方言バカにされるって YouTube。あ、しかし。あれあれ、あのお茶の。お茶の沈殿する。ああ、そうやったな。はい。バカにされたばっかり。これ2パターン目めっちゃいいな。だから入らないのやって。なんだ。もうすぐ取り出しコンビ
れてくるで。いや、普通の人入れませんやん。いや、これどっちタイプですか。こっちの方がよ、え、どっち選びます、試合だったら。押すかな。まあ、18使ってセーフティーでもいいしな。あー、待って、いや、でも待ってはないか。2番でセーフティーやな。一応、あるんですよ。あるな。いや、ここ出せればいいんですけど。出んやろ。なんかこっちから行ったら出るかなと思って。出んかな、きついか。いや、急に隠れたらもう死ぬで。確かに確かに。どうする。まあまあ、でも確かにセーフティーやるですね、こっちから行く。でも結構こう18は薄い壁やな。うん、予選に行けんからな。横切ってきそう。横切ってきそう。ねえ、直撃で当てに行くはないよね。4番で隠れる感じあるもんね。これちょっと距離が距離やな。そうですね、構えれんしな。なあ、確かに構えれん。ここやもん、ね。セーフティーしよう。ちょっと薄い壁使いにくいっすわ。ノークッションはあるね。サーリンって急に当てに行ってもいいけどな。ああ、なるほどね。4の方に垂れたら最悪。まあ、そっちに垂れることはないから。ここ狙いに行けばいいの。そう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 。当たり方によってはこっちに出たら最高やけどな。確かに最悪で手玉力が試されてしまう。そうだな。5番。はい。ラッキー。いいね。だいぶラッキーですね、でも。まだこれがいるんですよね。これは、6は当てに来ます。やってるなら9じゃない。9に当てに行くの、うん、あ、右押さえてる。あ、なるほど。6はでも9のオーラ、まあ、あ、そうか、めちゃ9に当てに行って6のオーラになることがよっぽどないんじゃないかな。6に当てに行くと9のオーラに入る可能性ちょっとある気がする。確かに確かに確かに、4の手はないですもんね、ここどうせ通ってないんで。そうやな。そうですよね。9に当てた方が確かにこうなるの。それででもそれいけるの？あ、いけるか。まあまあ、なんとかはね、多分ここら辺にまでそう。宣言で。いや、ひねらなか。入りすぎて、6にこっちから当たる分には多分大丈夫。ああ、確かに確かに。そうかそうか、うん、まあ、加減がちょっと難しいけどな。まあでも、あ、確かに弱すぎてもってやつですよね。弱すぎたらやばい。やばいですよね、うん、まあ当てる前提で4番まで走る加減についたらいいんじゃない。今日はそれでいきます。はい、下手ー。なったら観葉牛取ったやつになっちまったやん。6番もなくなったし。あー、じゃあいいか。お土産付きかな。全然足らない。全然足らん。しかも厚みに入っとるのに。全然足らん。あー、下手。そんな下手すぎる。いや、下手ね。この後の取り方によっては今がうまく見えるで。
確かに。まあ確かに角前って言ったらこうなってますからね。確かに。あ、じゃあ想定通りです。ミュートしとこ、さっきの。想定通り。想定通り。4パターン目、突き刺す系。これはどっちかっていうと誰のイメージ？カビン。おお。これカビン。出てきそうやし、そやったらもう一人と言ってくれたら、ま、やるのにみたいな。引っ張るか。そう、これがさっき言っとったやつですよね。加減しに行って薄く塗って。それは一個ならこっちじゃない。やっぱこう、うん、の方が下向けで取れるでって話ですよ。そう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 。まあスピードはだいぶ上がるけどな。まあまあでもその距離を効かしていくと抜く危ないんだよね。いや俺は抜くイメージしかないですもんね、うん、やっぱこっちなんですよね。なんかここ気になっちゃうんですよいつも。あで引っ張りすぎて突っ込んでくるみたいな、まあ、いやそれは僕の技術不足なんですけどね。ここ落としゃえっていうことでしょ。 OK。いやでも将来的にもそうすべきなんでしょうね。うん、特に。と思うよ。はい、あ。それできます。まあフォーム変えたし入るでしょう。完璧やん。めちゃくちゃうまい。こっちなんでしょうね。こっちじゃない。ってことですよね。いいと思うよ。これいつも厚く出してもうショートして10番抜くんですよ。あめっちゃやる。これを練習だと分かるんですけどね。本番だと分からん。そう、本番がここに出せないんですよ。ここに止まっちゃうんですよ。なんかメンタルか知らないですけど。いや、いいやそうなんですけど、なんか全然違った。ないジャンプ。
一番いいのは4番ペロンって4番も触ってサイド前が一番良かった。まあまあ確かに本当に一番欲しいのは、ね、まあ確かに そういうグリーンの取り方をね、ねできないよな、そういうとこやねんな、僕は。もう絶対これ、逆にしたら死ぬみたいな球、死ぬんですよね。今のでも逆振ってもな、こっちからいけるんで全然いいけど。まあまあ、そうっすけど、今のところが一番いいじゃないですか。まあね。苦労しない方に出した。よし。おはよう。そうっすか。またくなびの、よく見たかった。もう完全にぶっ壊れちゃって。マジ？カチカチやった。あそっちで。でも、うん、昨日はね、昨日なんで。うん、今日は今日もそれ言ったから。いやでもね、そういうよ。マジで何も入らんすよ。ある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 。うん、おっしゃって、いや、俺もそれあさってなるかもしれん。何も入らんっていうやつ。本当に悩むんですよ。うん。そんなことあるんですか？あるある。2球以上連続で入れないとかあるよ、最近でも。マジっすか？あるある。最近はなんかもっと、あれですね、気持ち的にちょっと、うん。リラックスっていうか、肩の力が入ってますね。うん。マジでね、あるよ。引きじゃねえよ。引きかな。そっか。多分。手前にしちゃった。まあ、こんな感じ。え、見えてます？見えてない。薄い。石板の継ぎ目やぞ。嫌やな。あ、いけるいける。いけるな。いける。もうやばいこれ。やばい。ヘルピーローゾーンやん。あ、いけるいける。シュートシュート。うまい。うまい。俺もいけねえ。俺もいけねえ。めっちゃ見てられる。なんかタッチが違うんだよ。